いかがでしょう。近頃はどのようにお過ごしだったんですか。すべてが順調にいくよう願っています。私のようにいつも何かしらの心配事を抱えることがありませんよ。あ、何でもありません。あ、見ての通り怪盗祭は非常に賑わうため処理すべきことも多く、玉境内に戻って事務を手伝おうと思っていたのですが、行幸様から何日か休むよう勧められてしまいました。仕事は急ぐ必要がない、仮説は友人と過ごすべきだと。しかし龍神君と一緒にいては、今年の仕事はどうだの、意中の人はいるのかなどと、あれこれ聞かれることでしょう。え？どうしてあなたまで？でも、言葉にしたら少し楽になった気がします。その、私に付き合っていただき、ありがとうございます。怪盗祭すべてが、あ、行幸様、しかし龍神君と一緒にいては、残業の方がマシです。でも、言葉にしたら、少し楽になった気がしま、行こう。ん？お前か。どうやら今年の怪盗祭も相変わらずのようだ。妖魔は退散し、世は安泰。道尺が知れば念願も果たされたことになろう。まさか我を花火に誘おうと来たわけではないだろうな。我はここで十分だ。花火は天高く打ち上がり、どこにいようとも見ることができる。それに我を訪ねたい者もここに来る。ここと城内に本質的な違いなどない。行こう。し、行こう。いざ。風の流れる方へ。屋根の上に行って花火が見たい。あそこは高いから地面にいる山柄を驚かせなくて済む。安心してください。山柄は足音を聞いただけでも飛んでいくので、元より驚かしてしまうことはありませんよ。ただ私たちもここにあまり長居はできません。次の患者の元へ行かないと。うん、病人
重要。ナナ、大丈夫。怪盗祭が終わった後に、またナナを連れて町を回りましょう。それでいいですか？じゃあ、ノートに書いておく。ええ、わかりました。筆をどうぞ。行こう。いざ。また怪盗祭の時期が訪れたわね。旅人、リウエコーが恋しくなることはあるかしら。ええ、そうね。長い年月が経った今、怪盗祭も昔とはかなり違ったものになったわ。今年の設営準備にはとても手間がかかっているの。皆がどう思おうと、私はこの景色にとても満足している。この景色があなたの旅を照らすことを祈っているわ。疲れた時にはリウエに戻ってきなさい。お話しできることはありません。また怪盗祭の時期が訪れたわね。旅人、リウエコーが恋しくなることはあるかしら。ええ、そうね。長い年月が経った今、怪盗祭も昔とはかなり違ったものになったわ。今年の設営準備にはとても手間がかかっているの。皆がどう思おうと、私はこの景色にとても満足している。この景色があなたの旅を照らすことを祈っているわ。疲れた時にはリウエに戻ってきなさい。
行こう。おお、ちょうどいい時に来たな。今場所開けよう。ほれ、リーユー校の景色だ。いくら見ても見飽きないな。まあ、お父様から手紙をもらってな。お母様との旅行は順調だから、バーヤと私に解凍祭を楽しんでくれ、とのことだ。まったく、去年もそう書いてあった。文面も変わらずだな。でもまあ、私もお父様の洒落た風格を受け継いでいるのかもしれない。ほら、こうして自分自身に何日か休暇を与え、景色を楽しんでいるだろう。ああ、そうだ。お前を見て思い出したが、手紙を返す時にはお前のことも書いておこう。趣のある友人に出会えたことは、家族にも伝えなければな。おやおや、怪盗祭楽しんでる？こんないい日に私のところに来るなんて。うんうん、仕事の依頼をしに来たわけじゃなさそうだね。どうしたの？何か私に手伝ってほしいことでもあるの？お、単純に私に会いたくなっちゃったの？急にそんな優しくされたら、怖い話で驚かせにくくなっちゃったじゃない。実は解凍祭中でもね、結構忙しいの。シャンリンからレシピをいくつか聞いて、今試してるところ。あ、せっかく来たんだし一口どう？あれ、な、何その表情。逃げようとしてるの？行かないで、絶対まずくないから。いざ。しっ。食べ過ぎたか。こんなことがありまして、ちょっと聞いてください。兄弟、今日は手元に葉があるのなら、拙者が草笛で一曲奏でよう。明日の夜に宴の席を2つ予約してて、あのお客さんは宅配の注文を。わ、来てくれたんだ。怪盗祭楽しんでる？あの子のこと気にかけてくれてありがとう。かまどもずっと熱々で、グオッパーも喜んでるよ。万民堂の味が恋しくなったらいつでも私に言ってね。どんなに忙しくても、あなたと一緒に過ごす時間は開けておくから。万民堂の料理を食べにいらっしゃい。このお客さんは明日の夜に宴の席を2つ予約してて、あのお客さんは宅配の注文を。わ、来てくれたんだ。怪盗祭楽しんでる？大丈夫大丈夫、祭りは忙しいものだから。万民堂の味が恋しくなったらいつでも私に言ってね。どんなに忙しくても、あなたと一緒に過ごす時間は
開けておくから。食べにいらっしゃい。行こう。おやおや、怪盗祭楽しんでる？こんないい日に私のところに来るなんて。うんうん、仕事の依頼をしに来たわけじゃなさそうだね。どうしたの？何か私に手伝ってほしいことでもあるの？お、単純に私に会いたくなっちゃったの？急にそんな優しくされたら怖い話で驚かせ。実はか、あれ？いざ。し。行こう。行こう。し。いざ。
雨降る風の中、ふるさとを思う。拙者と故郷のつながりはもうこの刀のみでござる。行こう。し。が良かったからつい歌に力が入って喉が枯れちまった。付き合わせて悪かったな、お疲れさん。なんてことないぜ。北斗さんと海に出られていろんなことを知れたし、みんなと一緒に祭りを祝うこともできた。本当に最高の気分で最高の怪盗祭だ。そうだ、北斗さん、船員たちを家族のとこに帰らせたみたいだけど、一人で退屈しないのか？それはないさ。昨日も対局に誘われたんだ。気が向いたら好きな時に上に行けばいい。上？ああ、軍玉閣か。まあこの話は置いといて、休憩が終わったらもう少し食いに行こうぜ。年に一度の怪盗祭なんだ、みんな楽しまないとな。北斗姉さんが七星から引き上げ作業を受けたことになります。いざ。
リーユエコーの夜は奥蔵さんの真昼よりも明るい。はじめはこのような景色にかなり違和感があった。だが人々はこれこそが怪盗祭だという。皆明るい場所が好きであるがゆえに、怪盗祭の話になるといつも笑顔になるのだろう。真似してみよう。これはどうだ。主はずっとここにいるのか。そうか、こうして主と会えてとても嬉しい。怪盗祭がこのまま永遠に続いてほしいものだ。リーユエコーの夜は奥蔵さんの真昼よりも明るい。はじめはこのような景色にかなり違和感があった。だが人々はこれこそが。真似してみよう。これはどうだ。主はずっとここにいるのか。そうか、こうして主と怪盗祭が。仕事が変わったおかげで楽になったよ。